バラ戦争、王位継承と封建社会の崩壊。こんにちは、皆さん。今回はイギリスの歴史における一大事、バラ戦争に焦点を当てます。しかし、なぜ一国の貴族が30年もの間、互いに戦い続けることになったのでしょうか。今日はその背景と経緯について詳しく見ていきましょう。1、王位争奪の背景。バラ戦争の深い根源。バラ戦争は1455年から1485年までの30年間にわたり、イングランドの歴史において最も血生臭い内乱の一つとして記録されています。この戦争の根底には、ランカスター家とヨーク家という2つの王族家系が王位をめぐって対立したことがあります。しかし、ただの王位争奪戦以上の意味がこの戦争には存在しました。バラ戦争の背景には100年戦争の終結が深く関わっています。100年戦争が終わると、イングランドは深刻な政治的不安定期に突入しました。戦争の長期化により、貴族たちは莫大な財政負担を強いられ、多くが経済的に困窮しました。また戦争からの復興に必要な資源が不足し、国内は混乱状態に陥りました。これにより権力をめぐる争いが激化し、封建貴族間の死闘が頻発するようになります。この政治的な空白の中で、王位継承問題が表面化しました。当時の国王ヘンリー6世は精神的な問題を抱えており、彼の統治能力に疑問が持たれ始めていました。これがヨーク家が王位継承権を主張する大きな契機となり、彼らはランカスター家との対立を深めていきました。ランカスター家は紅バラ、ヨーク家は白バラをシンボルに掲げ、それぞれが支持者を集めて対立しました。このような状況の中で、1455年にセント・オールバンズの戦いが起こり、バラ戦争が始まりました。その後30年にわたる断続的な戦いが続き、多くの血が流れました。この戦争はイングランド内部の構造を根底から変えることとなり、封建貴族の力が衰えると同時に、中央集権化された王権の強化へとつながっていきました。2、セント・オールバンズの戦いからヨーク朝の樹立まで。バラ戦争の開始時の戦いについて見ていきましょう。セント・オールバンズの戦い。セント・オールバンズの戦いは1455年5月22日に発生し、バラ戦争の最初の大きな衝突として記録されています。ヨーク家のリチャードによる王位継承権の主張により、この戦いが勃発します。戦いはセント・オールバンズの町で起こり、ヨーク家の軍はリチャードの指導のもと、町に集結していたランカスター家の支持者たちを奇襲しました。ヨーク家の軍勢は戦略的に優れた位置から攻撃を開始し、ランカスター家の軍は不意をつかれる形となりました。この戦いでリチャードは自らの軍事的な能力と指導力を示し、戦闘は比較的短時間で終結しました。戦闘の結果、ヨーク家は明確な勝利を収めましたが、この勝利が直接的な王位獲得にはつながりませんでした。しかし、リチャードの王位への野望とランカスター家に対する政治的圧力は、この戦いを通じて大きく前進しました。セント・オールバンズの戦いはヨーク家が政治的に有利な立場を確立するための重要な一歩となり、その後のバラ戦争の多くの戦闘の先駆けとなったのです。この戦いの重要な影響の一つは、ヨーク家とランカスター家の間の敵意が公然と表面化したことで、これによりイングランドは長期にわたる内戦の時代に突入しました。セント・オールバンズの戦いはその後30年間にわたって続くバラ戦争の出発点となります。ヨーク朝の樹立、エドワード4世の王位登録、ヨーク家のエドワード4世の即位はイングランド王国における政治の新たな時代の始まりを告げました。彼の治世は1461年に彼がロンドンに入城し、広範な支持を得て王位に就くことから始まります。この重要な出来事はバラ戦争の中でのヨーク家の地位を不動のものとし、ヨーク朝の樹立とエドワード4世の治世の開始を意味しました。エドワードの登楼は父リチャードの後を継ぎ、ヨーク家の強力なリーダーシップを継承するという彼の野望を現実のものとしました。彼の即位前の活動は一連の軍事的勝利により支えられており、これらの勝利は彼が王位を獲得するための道を確固たるものにしました。特にトーキーの戦いでの勝利はエドワードがロンドンへの道を開く決定的なものであり、彼の王位への道を大きく進めることとなりました。3、エドワード4世とマーガレットの壮絶な戦い。
エドワード4世の治世中においてのランカスター家の抵抗は続きました。壮絶な戦いの過程を見ていきましょう。フランスにはタル・マーガレット、援助と同盟の形成、ヘンリー6世の王妃マーガレット・オブ・アンジューはランカスター家のために壮大な軍事的および政治的キャンペーンを展開しました。彼女の行動は単なる政治的非難を超え、新たな軍事支援と戦略的同盟を確保するための決意に満ちていました。フランスへ向かったマーガレットは王位継承戦争の渦中で自らの夫と息子の地位を守るため緊急の支援を求めてルイ11世の元を訪れました。フランス宮廷において彼女は見事にルイ11世からの政治的および軍事的支援を引き出すことに成功しました。この支援は1470年に計画されたイングランドへの再侵攻の基盤となりました。マーガレットの戦略はただの軍事行動ではなく英国内の権力構造を変革する野心的な試みであり、その過程で彼女は以前の敵であったウォーリク伯とも意外な同盟を結ぶことに成功しました。ウォーリク伯の支持は彼女の計画において予想外の転機をもたらし、彼女の軍事作戦に新たな強みを加えました。この同盟によって強化されたマーガレットの軍はイングランドに戻る準備を整え、ランカスター家のための新たな戦いに臨みました。彼女の努力はランカスター家を支持する勢力を再結集させ、一時的ではあるがイングランドにおけるヨーク家の支配に挑戦しました。この時期彼女の行動はランカスター家がイングランド王位を取り戻すための最後の希望として多くの支持者によって熱烈に支持されました。エドワード4世の亡命と逆転の契機。当時エドワード4世はランカスター派の強力な敵対勢力であるマーガレットとウォーリク伯の共同作戦の圧力により国を追われることとなりました。彼の運命は一時的に暗転したかのように見えましたが、この亡命は彼にとって新たな戦略的機会をもたらすことになります。エドワードはネーデルランドへ亡命し、この期間に彼はブルゴーニュ公シャルルの支援を得るために政治的交渉を展開しました。ブルゴーニュは当時フランスと敵対する立場にあったため、エドワードとの同盟は双方にとって有益な選択でした。エドワードはブルゴーニュから資金と兵士を提供されることに成功し、これにより彼は1471年にイングランドへ戻るための軍事力を再構築することが可能となりました。この戦略的な準備期間を経てエドワードはイングランドに戻り、政権を奪還するための大胆な軍事行動を展開しました。彼の帰還は多くの支持者を勇気づけ、エドワードの軍はランカスター派に対していくつかの決定的な勝利を収めることに成功しました。この一連の行動はエドワード4世の政治的および軍事的な才能をいかなく発揮したものであり、彼のリーダーシップと決断力が彼の王位回復に大きく寄与しました。ロンドン島への再幽閉とヨーク朝の再確立。エドワード4世が1471年にイングランドへの壮絶な帰還を果たした後、彼の戦略的な動きは国内の力学を一変させました。彼の復帰は国内の貴族やロンドンの市民からの広範な支持を背景に、ランカスター派の残党と決定的な対決へと進んだのです。エドワードの軍は迅速に行動し、マーガレットの軍を効果的に打ち破りました。この戦いでの勝利は彼の権力を不動のものとし、王位への彼の主張を強固なものとしました。エドワードの成功は敵対勢力のリーダーであるマーガレットと彼女の夫であるヘンリー6世を捕らえることにもつながりました。マーガレットは捕らえられた後、ヘンリー6世と共にロンドン島に幽閉されました。この幽閉は象徴的なものであり、ランカスター家の政治的な終焉を意味しました。ヘンリー6世の再幽閉はヨーク家による権力の再確立を固め、エドワード4世の統治下でのヨーク朝の安定を保証しました。この段階でランカスター家の影響力は事実上壊滅し、イングランドの政治舞台からの退場が決定しました。エドワード4世の政治的勝利は国内での彼の絶対的な権力を確立し、バラ戦争の終結に向けた重要な一歩となりました。また彼の治世はイングランドにおいて政治的安定をもたらし、社会的経済的な発展を促進する土台を築きました。エドワード4世のこの一連の行動は彼の政治的および軍事的な才能を示すものであり、ヨーク朝の再確立は彼のリーダーシップの下での英国の新たな時代の始まりを象徴しています。まとめ。バラ戦争は
1455年から1485年までイングランドで繰り広げられた王位争奪戦で、ランカスター家とヨーク家が対立しました。百年戦争の終わりと貴族の経済的困窮が国内の不安定を招き、政治的空白を生んだことが戦争の背景にあります。戦争はセント・オールバンズの戦いで始まり、ヨーク家のリチャードが勝利を収め、その息子エドワード4世がヨーク朝を樹立しました。しかし、エドワードの治世中もランカスター家のマーガレットが抵抗を続け、一時的にエドワードを亡命させるものの、彼は帰国し再び権力を握りました。エドワードの再確立したヨーク朝と、その後のヘンリー6世の再幽閉は、ランカスター家の影響力を大きく削ぎ、ヨーク家の優位を確固たるものにしました。この一連の出来事は、テューダー朝の誕生と絶対王政への道を準備する重要な過程でした。今回はここまでとなります。今日の話が皆さんにとって興味深いものであったことを願います。もし動画が気に入ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。そして、コメントでこの時代のどの部分が最も興味深かったか教えてください。次回はバラ戦争の終焉とその影響について見ていきます。次回も歴史の興味深い話題でお会いしましょう。ありがとうございました。